レペテン地球が世界一。端から聞いてみましょう。どうぞ。多分これそうですね。でこれはさっきの話で言うとちょっと怪しいなっていう。これも怪しい。距離でいくとさっきこっちの話をした時にああそうですねってリアクションしたんですけど、真ん中、まあ、これがジョーカーですよね、出てパターンのミルですって言った時には急にこう、いや別にそんなことはこっち引いちゃってもいいですよ。別に大丈夫ですよ。本当に引きたいです。いろんなサインを見てるとやっぱそこがジョーカーです。おーおー、いけるこれ出た。確率は面白くないから質問できたいですね、はい、上と下だったらどっちが好きですか。上と下、はい、上かな。楽しみですね。楽しみですね。好きな食べ物なんですか。好きな食べ物、寿司。わかります。別にジョーカー持っててもドキドキしないでしょ。昨日ちょっとびっくりしました。本当ですか。なんかドキドキっていうかちょっとびっくりして、僕はずっとドキドキしてます。右と左だったらどっちですか。右と左だったら左です。あ、そう、さっきの方が左です。上かな。好きな方にジョーカー置きたいですか。嫌いな方にジョーカー置きたいですか。でもジョーカーの方が好きですね。僕はイレギュラーなカードが好きなんですよ。ああ、まあ、分かる、確かに。だからあんだけ迷ったらもうこっち取るだろうなと思って、僕はもう余裕で構えてたら違った。